皆さんこんにちは、のばなーです。今日はお魚を買いたくてリードルにやってきました。ここのリードルのお魚は種類が豊富なので2週間に1度くらいお魚を買いに行きます。まずはいつものブロッコリー。ドイツにもさつまいもが売られています。でもドイツのさつまいもは水分が多く、日本のものより甘みが少ないです。芽キャベツの季節になりました。一袋買っていきます。フェルツザラートも旬ですね。個人的にすごく好きなサラダです。この紙袋に入ったプチトマトがめちゃくちゃ美味しいので、リドルに来るといつも買います。きゅうりは日本のきゅうりの方が美味しいと思います。夫がひたすらリンゴをかじるので買っていきます。美味しそうなライ麦パンを見つけました。お魚コーナーにやってきました。まずはサーモン、お次はタラ、ムール貝も見つけたので1キロ買ってみます。そして子供たちが好きなタイ、ビオの合いびきミンチも2袋買っていきます。皆さん、このドイツのスポンジクロスはご存知ですか？チーズコーナーに来ました。皆さん、このスイスのチーズ、テテドモアンヌを食べたことはありますか？ジロールという道具を使って削ると花びらの形のようになるんですよね。いろんなチーズを楽しめるチーズプレートを一つ買ってみます。バターがめちゃくちゃ高くなったので、特価の時に買っておきます。クリスマスチョコレートがたくさん並んでいます。このサンタさんチョコは大きすぎです。リッタースポーツのクリスマスツリーのチョコレート、アドベントカレンダーも種類が豊富です。冷凍のケーキもたくさんあります。なんとツナ缶が50セントも安かったので7個買いました。ビーツも買ってみます。最後にトイレットペーパーを選んでレジへ向かいます。魚をたくさん買ったからか、合計金額110ユーロでした。このハリボーグミは日本のお友達に送ろうと思います。皆さんはハリボーグミはお好きですか？ドイツのお気に入りのお菓子などあればコメント欄で教えてください。さて、お昼ご飯の準備をします。さっき買ってきたタラと、そして芽キャベツを使います。
からは塩コショウして小麦粉まぶして焼くだけです。芽キャベツはドイツ人 YouTuber の動画を参考にしながら料理してみます。食べやすいように適当に切りました。バターとオリーブオイルを入れて、お塩を少し、砂糖も大さじ1杯入れます。芽キャベツの仕上げはナツメグです。あとレモン汁も少し。炭水化物が足りないと思い急いでレンズ豆を茹でました。いただきます。さあどうだ、ローゼンコール今年初めてじゃない？そうですね。おいしい。どれがおいしい？午後から口腔外科の予約がありハノーファーまで出てきたので、あるお店に寄りたいと思います。皆さんこのお店わかりますか？ハノーファー日本店があるホーレンディッシェカカオシュトゥーベです。今日は義理のお母さんが泊まり込みで子供たちの面倒を見てくれています。なのでお礼に何かスイーツを一つ買っていこうと思います。バウムクーヘンを見つけました。一つ10ユーロ約1400円ですね。下にはシュトレンがあります。これはケシの実入りのシュトレン。エレカのシュトレンとお値段が全然違いますね。このチョコレートコーティングされたバウムクーヘンも美味しそうです。あとはコーティングなしのバウムクーヘン悩みますね。義理のお母さん用とちゃっかり自分用にも買っていきます。先月行ったフランスのストラスブールで見たスイーツのキラキラさはドイツにはないかもしれませんが、ドイツのスイーツもこれまた美味しいんですよね。バウムクーヘンは本当に素朴で美味しいと思います。手提げ袋が一つ30セントもしたのですが、せっかくなので袋に入れてもらいます。日本も袋はどこでも有料ですか？私は日本に一時帰国するたびに日本のパン屋さんの個包装に驚きます。パンを全部一緒に入れてくれて大丈夫ですと言うと店員さんが引くんですよね。
本当に変な客って感じですよね。ドイツに住んだことのある人には分かってもらえると思うのですが、日本に帰るたびにサービスの丁寧さ、おもてなしに感動し、プラスチックの多さに驚きます。さて、義理のお母さんと食後のスイーツを楽しみたいと思います。ちなみにヤクルトはドイツでも買えます。賞味期限が近くて半額だったので買ってきました。久しぶりのバウムクーヘンです。食べるのが楽しみです。チョコレートコーティングされたバウムクーヘンも美味しそうです。義理のお母さんとバウムクーヘンを味わいながらいろいろ喋りたいと思います。まずは何にもコーティングされていないバウムクーヘンを食べてみたいと思います。食後のデザート最高です。バウムクーヘンってなんでこんなに美味しいんでしょう。お次はチョコレートコーティングされたバウムクーヘン。オレンジの味がほのかにして、これも最高です。以前の動画でご紹介したバウムクーヘン発祥の地、ザルツベーデルのバウムクーヘンの方が個人的にはもっと美味しかったと思います。ハノーファーにお寄りの際はホレンディッシェカカオシュトゥーベにぜひ立ち寄ってみてください。それでは今日も最後まで見てくださってありがとうございました。